それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は消し組さんでは6月2回目のキッズがありました。すごく消し組さんもキッズ大好きで、昨日の帰りに明日はキッズだよってお話しするとやったーという声がたくさん聞かれて、今日の朝も今日キッズでしょ、何番目っていうお話が、質問がすごくたくさんあって、すごく楽しみにしている様子でした。で、今日はキッズに行く前にちょっと子どもたちと一つお約束をしてから来ました。ケジさん、キッズがすごく好きすぎて、高田先生がお話を聞いてくださいって言って、もずっともう夢中でiPad をやっちゃったりとかして、高田先生に手はお膝だよなんてちょっと言われちゃったことも前はあったんですけれども、今日はなので高田先生がお話を聞いてくださいって言ったら、もうパッと手はお膝にしてお話を聞いてねっていうふうに言いましたら、今日はもうすぐに高田先生がお話を聞いてくださいって言ったら、もうみんなしっかり高田先生の方にお顔を向けてお話を聞くことができていて、すごく私も嬉しくなりました。とその後にお部屋の方に戻って、帰りの会の時に、今日はすごくお話みんな聞けてたねっていうお話をしたんですけれども、その時はなんかちょっと子供たち顔がそちらそちらに向いていたので、ちょっと久保先生のお話もちゃんとお顔見て聞いてほしいなお話もしたりして、楽しく一日過ごすことができました。すごく暑くなった一日だったんですけれども、子供たちも楽しそうに過ごせていたので、私もとても嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。